で心の成長を進めるために、うん、どんなタイプであれ心の成長を進めるために具体的にできることがありますと、うん、以下はそのタイプ独特の問題領域ですが誰でも時々陥ることがある、うん、したがってインナーワークを進めたいと思うなら十分な気づきを以下のパターンに向けてください。9つのパターンがあるってことですね、はい、うんうん、インナーワークをするときにパターン化されている、うん、それが9つあるよと、1、良し悪しの価値判断を下し自分と他者を責める、これタイプ1ですね、うんうん、2、うん、自分の価値を人に委ねてしまう、うんうん、これタイプ2ですね、うんうん、自分の価値を人に委ねてしまう、うん、3、本当の自分でないものになろうとする、うん、タイプ3、うん、否定的比較をするタイプ4、うんうんうん、自分が体験していることを過剰に解釈する、うん、タイプ5、うん、支えを求めて自分の外にあるものに依存する、うん、タイプ6、うん、次にすることに期待を持つ、うんうんうん、タイプ7 今じゃないんですね、うん、自分の人生を力ずくで推し進めたりコントロールしようとする、うん、タイプ8、うん、自分が体験していることが心に影響しないよう抵抗する、うんうん、タイプ9、うん、これはまあそのタイプがそうだっていうことじゃなくて、うん、常に誰でも時々、うん、起こることがあるよ、うんうんうん、だから僕でも1のようなとらわれに、うんうん、にとらわれる、とらわれにとらわれる、うん、ことがある、うん、よし悪しの判断を下して、うん、自分も責める、人を責める、うんうんうん、まあ誰もがそうなることがある、なることがあるのがまあ9パターン、うんうん、でこれに注意して、インナーワーク、うん、心の旅に出ようと、うん、体調どうです、自分が体験していることが、うん、心に影響しないよう抵抗する、それはでもありそうな気はしますね、うん、と一喜一憂したくないんですよ、よく言いますもんね、なんか、うん、ざわざわしたくないから全部蓋するって、ざわざわ、うん、だ辛いとかっていうのも感じたくない、はい、からまあそういうもんだよね、以上以上それ以上何も言うな、そう、うん、何も何か言われてもそういうもんで蓋をするみたいな感じですよね、ああなるほど、うん、まあこれがよく Q で言われる、うん、その良くないところ、うん、怠惰だって言われるところですね、うんはい、で同一化と内なる観察者、うん、今ここに存在し自分自身を観察する体験を積むにつれて、うん、気づきの新しい側面とおぼしきものが発達してくるのが分かりますと、それは自分が体験していることに対して、うん、より客観的に立ち会う深い力ですと、前述したようにこの気づきの質は、うん、インナーオブザーバーと呼ばれていました、うん、内なる観察者により私たちは内面および自分の周りで何が起きているかを同時に観察することができます、うん、なんでこの何かに興味関心に引っ張られた時に意識してないと正確でバッて引っ張られるけど、うん、インナーオブザーバーにより、うん、そういうのが分かってくるよと、うん、内なる観察者が変容のために必要であるのは、うん、グルジェフが同一化と呼んだアイデンティティフィケーションと呼んだと、うん、心理メカニズムゆえですと、同一化は私たちの性格構造が独自のリアリティを作り出し維持する主な方法の力ですと、うん、性格はほとんどどんなものとでも同一化しますと、うん、考えや自分の体、かゆみ、日没、子供、歌、うん、いかなる習慣においても、十分に今ここにおいて目覚めていないと、うん、私たちのアイデンティティの感覚は、うん、何であれ自分が注意を向けているものから来るのですと、うん、そうですね、うんうん、自分が注意、性格で注意しているものから、うん、全部反応が起こる、うんうん、意識してないと、うん、で何か自分が思い悩んでおりこれからの会合のことをもっぱら考えていたら今実際に起きていることよりも、うん、その会合想像上のものを体験しているようなものですと、うん、
このこういう思考をほんの少しでも沈めたら、うん、自分の状態がいかに瞬間瞬間に変動しているかっていうのに気づきますと、うん、あ、分かるな。自分の仕事のことを考えていたかと思うと、うん、次の瞬間に数年前にデートした異性のことを思いついたりとか、うん、でまた次の瞬間にはその連動から学生時代の歌を思い出して、うんうんうん、あ、水たまりを通った車が跳ねた水をバーって浴びて、この瞬間にドライバーに対する怒りがパッて出てきて、うん、っていう、うんうんうん、でまたチョコレートを食べるときに気分が良くなるみたいな、うんうんうん、意識をしてないと、うんうんうん、この何時間かが無意識に過ぎていく、うんうん、性格に引っ張られて、唯一この中で今の一貫しているのは、うん、ただそこで起きた状態と性格が一体化しているだけ、うんうんうん、で気づきの意識は風船のように広がったり収縮したりするが、同一化は常に気づきを小さくしてしまう、うんうん、この状態と同一化、うんうん、するのは、気づきを小さくする、うん、単純に言えば同一化すればするほど気づきが小さくなって現実からどんどん離れていくよ、うんうん、で時間が経過するうちに、うん、特定の資質、うん、力、共感、平和、自然体、うん、との同一化が固定されて、自分の特徴的自己感覚、タイプの特徴的自己感覚が確立される、うんうんうん、無意識の性格と同一化、うんうん、で私たちの自己感覚の構成する気持ちや状態は根源的欲求を満たすために必要だ、うんうんうん、でどんどん自分ができていく、うんうん、囚われていくって話ですね、うんうん、例えばタイプ8の根源的恐れは他者あるいは人生によって傷つけられコントロールされることが根源的恐れ、うん、でこの根源的な欲求は自分を守る、うん、で自己防衛も独立心も人間の普遍的ニーズであり、たとえタイプ8でなくても守る必要があるよねと、うんうん、そりゃそうだ、うん、でもタイプ8は幼い時から自分自身を守る助けとなる内側の資質に焦点を合わせることを始める。あ、守らなければならない、小さい頃から思ってる、うんうん、で自らの力や意志、忍耐、自己主張を見出して、うん、これらの能力を使ってアイデンティティを発達させ強化していく、うんうんうん、要はこの日常とどんどん同化して、うんうんうん、これを強化していく、人を攻撃するために、うん、で今勝手に付け加えました、すみません、うん、で自己感覚との同一化が進むにつれ身動きができなくなって、うん、他の選択肢や存在の仕方があるよっていう可能性すら忘れてしまう、うん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 、で自分っていうのはこれだ、うんうん、このパターンだ、うんうん、ってはめ込むのですと、うんうんうん、で人間としての全体的な可能性のうち特定のことだけに焦点を合わせる、うんうん、で次のように言ってるかのようですと、うん、この資質は自分だが、うんうん、あれらは違う、うん、自分はこう、うんうん、ああではない、うんうんうん、自分は、うん、私たちは自己イメージや自己認識を発達させて、うん、性格のタイプをギューって強くしていくよと、もう絞ってる感じですね、ガッてギューって、うん、っていう、はい、なんかちょっと分かった気がしません？うんうんうん、します。なんかちょっと今日自分の中で、はい、気づき、うん、気づき、アウェアネスの方法、はい、うん、方法、まだ続けることができていないので、うんうんうん、まあまずは気づきましょうですもんね。まずは気づきましょうって言うじゃないですか。うんうんうん、気づきなんですって言うじゃないですか。うんうん、で今までその気づきって何っていうのが、うん、ちょっと漠然としてたんですけど、うんうんうん、少しだけその深淵に触れた気がしています、うんうん、まあ、止まれとも言うじゃないですか、うんうん、っていうのは、まあ、気づけっていうのは、うん、この自分が性格ですね、うん、自分を普通に動かしている、うんうんうん、そうオートマチックな、うん、っていうのは特に何かその今日ネタがない、どうしよう、うん、
っていう時とか、うん、怒ってる時とか、うん、落ち込んでる時とかに出てくる反応を見ると、うん、それが性格なのかなって思うんですね、うんうんうん、で自分はそれはあのおちゃらけだと認識している、うんうんうん、っていうその奥にある自信のなさを隠そうとしている、うんうん、っていうことに気づきました。これなんですね、うん、これを罰すればいいんですね、うん、っていう、うん、全部に気づくメタな視線を持つっていうこと、うんうんうん、で別にこの罰すればいいんですねは、うん、別に罰しなくていい、それが本当にダメなことですかですよね、はい、うん、っていうのをもっともっとメタで俯瞰しろみたいな感じですよね、はい、こういう部分自信がない部分があるからこういうふうにおちゃらけてるんだよねっていうのをまずこう観察しましょうじゃないですか。ざわざわしますけどね、うん、でそこでそうざわざわするって言ってましたよね。なんかあのだって、うん、要はだけどそこで一番見られたくないところじゃないですか、うん、だってそこで落ち込んだりする必要はありませんって言ってたじゃないですか、はいはい、理想さんは言いますよ、はいはい、強くて優しいから、うん、厳しくて優しい、うん、でまあ、この気づきのエクササイズ、うん、っていうのがあって、気づきの連続体、うん、このエクササイズのためには時計が必要ですと、できれば録音機材もあった方がいいでしょうと、うん、居心地よく座れる場所を見つけて何らかある場所とか、うん、いる場所を観察してください。5分間自分の注意が向かうところをできるだけ追っていき特定します。で例えばこのように言います。私は光が壁に当たる様子に気づいている、うん、私がなぜあの壁を見たんだろうと思っていることに気づいている、うん、私は右肩を緊張させていることに気づいている、私は緊張を感じていることに気づいているといったように、うん、自分が観察していることを録音しても良いですし、ペアを組んで行ってもいいと。では気づきの中に何らかパターンがないか見つけてみましょう、うん、自分の考えに焦点を合わせますか、それとも周りの環境、うん、自分の感覚、気持ちや反応、要はこういうのを続けていくと、うん、いつも自分が向けているところが分かるって話ですね、うんうんうん、あもうこの怖くてできない、それやりましょうですよ。多分向き合いましょうですよね。でもでそれを見て落ち込む必要はないですよって、それが悪いことではない。ちょっとやってみます、はい、でこういうのは、うんまあ、あの辛抱強くやるプロセスでもあるので、うん、注意深く辛抱強くやっていきましょうと、はい、で今ここにあるならば、はい、例えばこの性格で自動反応で取得した成熟さや専門技能をすべて失ってしまうのでは、うん、って感じているところもあると、うんうんうん、でもそれは違うよと、うん、今ここにあることができるのであれば、うん、集中力が高まり、うん、もっと新しい、うん、もっと強くなっていける、うん、みたいなことが書いてある、うんうんなるほど、うん、なので1回5分間だけ、うん5分間のワークですと、うんうん、それをなんか1週間ぐらい自分の中で、うんうん、やると変わるのかもしれないですよね。変わるのかもしれないですね、うんうん、自分が何にとらわれていて、うん、何をビビっていて、うん、どんな自分が出てどんな巨人が出てくるのか、うん、ここから、うん、で多分見るとそんなにビビる必要ないじゃんみたいなのもあるのかもしれないですよね。なあ本当そうですね、うん、っていう、はい、今日は気づきに焦点を当て、はい、これ今まで本を読んでるだけだと、うん、いや気づきってなんだよ、あ、分かりますってずっと思ってた、うん、いや僕これ2回ぐらいさらさらって読んでるんですよ、はいはいはい、読んで閉じた瞬間に、うん、気づきって何って言われると、うん、なんだろうね、うんうん、の感覚だったんですけど、うん、今日なんか皆様のお知恵とか、うんうん、あの解釈を得ると、うんちょっと分かったような、うんまあ、みんなで考えるとちょっと分かったりはしますよね、はいうん、文殊様の知恵ですと、はいはい、というところで、うん、今日のエニアグラムは気づきに焦点を当てて行いました、はい、あの皆様のお知恵ありがとうございました。ありがとうございます。これからも頼りにしてます、はいはい、
チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。